ブランシュエンジェルプレグナント1937アリス・ニールはアメリカ合衆国の女流画家ペンシルベニア州出身ヒューストン美術館が選ぶ20世紀の最も偉大な肖像画家の一人に名を連ねている学校を出た後1918年からタイプを学び公務員試験に合格し2年間軍の事務職として働きながら フィラデルフィアの工業デザイン学校の野学で学んだ後、1921年にフィラデルフィア女子デザイン学校に入学した。初年度は自らの直近から学習をまかなったが、その後の3年間は週の奨学金が得られた。1926年に卒業し、夫のキューバ人画家、エンリケスと共にしばらくキューバで暮らした後、ニューヨークへ移った。 離婚や精神的な疾患の中でスパニッシュハーレム地区の人々の人物画を描いた。2006年に映画監督となった孫のアンドリュー・ニールによって電気映画が作られた。ありがとうございます。